はい、皆さんこんにちは、さくらです。今回なんですけれども、コスメデコルテとランコムの最新美容液を徹底検証やっていこうと思います。9月に発売した2つの美容液なんですけど、こちらをそれぞれ半眼ずつつけて1ヶ月使用してみてどうだったかという検証をしたので動画にしてみました。写真付きでできるだけ分かりやすく解説していくので、よかったら最後まで見ていただけたらと思います。はい、それでは本日の動画スタート。はい、では早速お話ししていきたいと思います。まずはランコムから、ジェニフィックアドバンスとデュアルコンセントレート N。 ランコムの美容液といえば一番有名なのがジェニフィックアドバンスと N だと思うんですけど、そちらの短期集中型夜用美容液になります。ジェニフィック自体が美肌菌に着想した美容液で、この美肌菌とは肌の内部にある菌の一種で、美しい肌を叶える鍵になるとランコムさんは考えてるそうです。そして今回の新作では、この美肌菌へと働きかける従来の7つの美容成分に加えて、肌のバリア機能を高める新たな自然由来成分を加えることで、本来の肌機能を効果的にリカバリーしてくれるというアイテムになってます。パッケージこんな感じで、ジェニフィックと似てますね。開けるとこんな感じでスポイド式になってます。出してみますね。結構サラサラな質感で、少しコクがあるような質感かな。肌なじみもいいで、ほんのり香料が入ってるかなって感じです。質感は結構似てるかな。垂れてくる感じも同じ。こっちの方がサラってしてますね。香りもね、ちょっと違うね、ちょっと清涼感があるような感じ、爽やかな感じの香りがします。こっちの方がサラってしてる。最後に1ヶ月使用してみてどう変化したか写真を公開します。まずこちらは使用前の写真です。そして使用後の写真がこちらです。どうですか？パッと見ただけでも透明感出てるの分かりますか？同じ時間帯で同じ場所で撮ってるので、光の影響は特に受けてないんですけど、肌がワントーン明るくなったのが分かります。実際使ってみてすごい思ったのが、日に日に肌が柔らかくなってることが実感できたので、ほんとすごい美容液だなって思います。毎日使うものではないけど、なんかちょっと肌の調子が悪いなって思った時に、1ヶ月間だけ集中的に使って、肌を回復させるっていうものになっているので、どうしても調子が上がらない時とか、あとも自分にご褒美あげたいなっていう時に使うといいのかなと思います。はい、続いてコスメデコルテです。リポソームアドバンスとリペアセラム。ご存知の方も多いと思うんですけど、長年ずっと愛され続けてきたコスメデコルテの導入美容液で、今回なんと29年ぶりにリニューアルしました。特徴が大きく2つあって、まず1つ目が、1粒あたり1兆個の新多重層バイオリポソームを起用しています。わずか 0.1 ミクロンの超微細なマイクロカプセルが玉ねぎ状にたくさん重なった層の中に美容成分を贅沢に抱え込むことができるので、今までの商品よりもより高濃度でリポソーム構造を配合することができるようになりました。美容成分を運ぶだけでなく、肌のダメージを修復し、バリア機能を強化してくれたり、じっくりと長時間潤いと美容成分を届けてくれます。2つ目が、乾燥、毛穴、キメと多面的にアプローチしてくれます。さまざまな肌悩みに働きかけてくれるので、乾燥小じわを目立たなくし、乱れたキメも美しく整えて、毛穴レスな滑らか肌へ導いてくれます。またあらゆる肌の不調を未然に防いでくれて、乾燥などの外的ストレスにも負けない健やかな肌づくりをサポートしてくれます。はい、手に出したらこんな感じです。ランコムよりとろみがありますね。伸ばすとですね、もう一瞬で肌の中に溶け込んでいくぐらい、本当に肌なじみがすごくいいです。香りはティーグリーンフローラルの香りになってるので、すごく心地いいなと思います。最後に1ヶ月使用してみてどうだったか写真を公開します。まずは使用前の写真です。そしてこちらが使用後の写真です。どうですか？正直見た目は変わらなかったです。でも私この時期毎年肌が乾燥して、皮むけとか粉吹いたりして、本当毎年季節の
の変わり目って大変なんですけど、それがないから保湿効果が高くて肌の不調を未然にちゃんと防いでくれてるんだなっていうことを感じました。うちの美容液はどちらかというともう導入美容液なんで、お風呂上がりって大変じゃないですか。もう顔も保湿せんといけん、髪の毛も乾かさんといけん、体も保湿せんといけんっていろいろ大変だと思うんですけど、そういう時にもうこれだけとりあえずパッてつけておけば、まあ、多少はね大丈夫だと思うので、そういう時にすごく便利なアイテムかなって思います。はい、レビュー終わりましたが、いかがだったでしょうか。どちらも人気で高機能な美容液なので、気になった方ぜひチェックしてみてください。また好評だったらスキンケア動画上げようかなって思ってるので、ぜひグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日もご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。